もう着くぜ。社長はすぐそこだ。まだ若いが百獣の王って感じだからね。存分に緊張しね。しなくていいじゃないんだ。どいてー、走れ。あっ、おい、なんだこりゃ。キミカアンド絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。やべえ。終わったか。悪い、遅くなった、これが百獣の王、白皮重工のボス。はじめまして。ああ、これはこれは、プロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。え、じゃあ、あなたは…何すんだ、グレース、おろせ。こちらが我が社の社長だ。ね、おろせってんだろ。白義重工社長のクレタ・ベロボーグだ。ようやく来よったな。待ちくたびれたで。あ、なんか偉そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。ほう、自分言うやんけ。気に入ったで。ほな、男同士真剣勝負と行こうか。女の子の声、あそこだ。わかってるわよ。真っ白くんとの仲を引き裂く気でしょ。でもリシャ、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい、落ち着け。だが真っ白くんとは白いのか。 まさかあの作りかけのビルか。作りかけですって。私ね、真っ白くんと一生添い遂げるの。だから今だ、取り消しなさいよ。いたぞ、三型ホロー用工業パイルドライバー、フライデー。気づかれたぞ。どんな性格になってるか知らんが。何の、もう問題児を2台説得してんだ。こいつの話も聞いてやら。突っ込んでくれ。に、逃げた。ぼさっとすんな。すぐ追うぞ。もうちょいこっちだ。焦らずゆっくりな。いいぞ。オーライ、オーライ、任しとき。殺す。どんなもんや。行こう、ここにもう用はない。ああ、待たれよ。我は重大なことを忘れてはおらぬか。そう、封印。我がシホルスは我に封印を固めようと。しかし、封印とは一体。おい、あそこ。
ここになんかいんぞ。エーテリアスには見えないけど、すごいエーテル反応。したぜ。なあ、こいつは一体なんて化け物だ。エーテリアスには見えない。人間の侵食体でもないし。リン、どうした？何これ？マジか。ハンス、フライデー、答えろ。シグナルロスト、エーテル指数増大、気をつけて。じゃあ全員おだぶつだ。プロトタイプ社長、動かすのに手間取ったが、私に任せろ。来い、バケモン。ファイトっすよ社長。チビちゃん、そのまま押すんだ。モニュメントに向けて。よし、あと少し、もう一丁。様子が変だ。おちびちゃん、無理しないで。プロトタイプに侵食が。くそ、もうちょいなんだ。とっとと動け。クレタ、さあ名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。親父、もう一回信じていいか？頼む、動け。ケロイ。なめんなよ。これが白銀重工の誇る捕虜用知能重機だ。侵食がなんだ。白銀重工の門はな、絶対負けねえんだ。
親父。やったー。今の白銀重工は悪かねえだろ。